今は原宿におります。あれ原宿塾、原宿塾、カメラ回さずに買い物してました。かわいい、めっちゃ近いの。これは本気でかわいいと思う。すごいな。多分この中でいっちゃんかわいいんじゃないの。当たり前ですよ、元から。あ、元からだそうです。はい、です。はい、5回黙ってください。いいですね、めっちゃいいよ。なんか飲み物が欲しいよね。飲み物を探そうぜ。あ、今日人多いわ。だって土曜日でさ。じゃあ今から私に警告したら罰金100万円、はい、高っ。高っ。なんか飲み物あるかな。めっちゃ喉乾いたんやけど。なんかさ喋りにくい。てか喉乾きすぎて死にそうなんやけど。水にしようかな。私も水。ネッチはお茶にします。スパイファミリーがいます。え、見てる？まだ見てないです。これから見ます。これから見ます。めっちゃ面白いよ。今ヒロアカ見てるんで、ヒロアカ終わったらスパイファミリー見ます。最高だから。アーニャも可愛いし、疑似家族ですよね。疑似家族。このロイドさんめっちゃかっこいいの。旦那、私今ヒロアカのトドロキくんに。本当トドロキくんに優しい。じゃあ推しかぶってないね。私トドロキくん。これピーナッツが好き。私は今トドロキくんにハマってます。誰トドロキっちゅうのは。ヒロアカのトドロキくん。かっこいいの。バカイケメンです。バカイケメンなんだ。だるいって思ってるのに、なんかみんなに付き合ってあげる優しさ、わかります。あ、大人だね。なんかだる、そう、大人の感じが。あの、みんな同じクラスメートなんです。私は大人の人好きやもんな。そうなんですよ。はい、水分補給タイム。とどろきくんちゃったら中二病っぽいな。はい、小沢ちゃんのタイプ。あと私、あの、五条悟も好き。あー、え、五条悟はいいですよね。わかんない。え、わかんない。見たことないですか。いや、あるある。その好きっていう感情が。私もあんまりわからん。わかんない。好きではないですよ。かっこいいって言ってるんですよ。え、そのさっき言ってたみたいな感じで欲しいとか言ってたじゃないですか。なんで私だけなんかアニメに勝ち込みするやばいやつみたいな。え、これ違ったと思う。違う。私今までこんなことやばいやつと思った。安心、お姉ちゃん安心。お姉ちゃん安心。なんかやってるよ。なんかやってるよ。コロの本人が来てる。コロ本人が来てる。誰コロの本人が。コロ、これブランドの。わかるよ。ダルフローレン本人が来てます。そうなの。本人。何、本人って創立者ってこと。どういうこと、どういうこと。どういうこと。私今ツッコミ間違ったんですけど、ポロの本人って何っていう。いや、私も分かりづらいわ。一番かわいいの見つけました。かわいい、すごい。よし、行きましょう。おいおいおい、なんかあれっぽくない。そこの白カフェのお店、パタゴニアの隣ですか。うん、向かい側の。向かい側違うかな。着いた。うん、かわいい。撮っとうよ。めっちゃかわいいの撮ってます。それでは今日のファッションチェックナンバーワン、みこっさん。みこっさんです。はい、みこっさん、今日の服はダズリーです。かわいい。ダズ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 女。ダズダズ女です。でも実はまこさんもダズダズ女なんですよ。まこさんのダズダズ女。ダズダズ女です。ダズダズ。はい、まこさんは、ダズダズ。まこさんは、あの、腕が細いのが一番の、いいポイントです。どういうこと。適当すぎない。靴は今大人気の、これめっちゃ歩きやすいよ。歩きやすそう。最高。足痛くなんないし。はい、じゃあラスト、琴音ちゃん。琴音ちゃんは買ったばかりを下ろしてます。かわいいです。マジかわいい。その服かわいいです。花の鉢のぴったりです。今日はルンルン。すぐ乗ってくる。ほいーですね。まず
じゃあ何歳かな、30までには結婚したい。あ、本当？できれば27とかまで結婚したいんですけど。できるでしょ。できますね。うん。いろんな関係で。あ、できるよね。できるでしょ。まず、ね、結婚によって、はい、運気が上がる人です。え、やった、うん、すごい、いいの。お子さんを持つことによって、はい、運気が上がる人。すごくないですか。ではあまり影響しない人もいるんだけど、はい、琴音さんの場合はご結婚とかが家庭を持つっていうところの運気がすごく強いので、はい、そこをまず充実させた方が、はい、ここでまずいいって。お仕事運もいいのと、はい、あとね、お話をする仕事がいいと出てられる。待ってんじゃん、うん、私めっちゃ話上手なの。そうなの。そう自分で言うの、自分で言うの絶対言うな。そう、うん、部下とか後輩運がいいんですよ。うん、あげてもらえる？あ、年下の人にです。そう、ちょっと優しくしてあげてもらって。あ、私年下の人はあんま関わったことなかったんで。じゃあこれからまだね、お若いからこれから関わるときに、はい、そういう人たちがすごく慕ってくれるとか、こうあげてくれるっていう、そういうのを持ってます。いいね、二人ともあるっていう響きがなんか、いいですね。後輩なんていないです。結構ね、趣味のところが薄いので。趣味？趣味なんかあります？ないね、ないね、ないね。趣味映画とかぐらいです。映画と小説ぐらい。そんなに今すぐじゃなくて、他はやっぱりすぐしていくとよりバランスが取れていくと。あとご両親の支援がすごいんですよ。そうです、うん、ですよね。すごい、そう、すごく頼りにしてくだ、はい、大丈夫、頼りになる人たちの。ちょっと気をつけてほしいのは、無理しないで、体調不良が一個出てるので、はい、無理しないこと、はい、体調めっちゃパカッチ、パカッチ、ね、お仕事の選び方なんだけど、はい、直感的で出てくる。自分が心から楽しめるとか、豊かになれるっていうのを大事にしてると分けてます。なんだかな、余裕がないなと思ったら、まず心を潤すこと、そしたら多分行動とかももっと楽に動けるようになる。はい、はい、すごい。そうで、ただ気で見ていくと、縁の人の力持ち的な、うん、いや、あ、だから社長、副社長で言ったら副社長タイプ、うん、先頭に立ってっていうよりも、うん、ビジネスを固めていくタイプが、はい、得意、うん、裏方になったら。あ、そうなんですよね。簡単に。ただそれだけ細かいことに気がつくんですよ。あと優しい。優しい。そう、気がつくから。優しい。お子さん自身がこのお仕事の取り組み方が、やっぱり常に、なんかね、自分を成長させるために仕事っていうのが位置づけられてるよって出ているし、はい、で、近い未来で言うと、今計画を立ててること、まず、結果出るのはちょっと時間かかるかもしれないけど、ちゃんと、イメージしている通りに、うん、進むよと出てます。何か変えようとしてます？例えば会社員だったら、うん、めっちゃ変えようとしてます。コンセプトをもっと分かりやすく変えるとかね。ただやっぱり周りがついてこれないって感じなの、ね、そうなんですね。それはじゃあ一人で強行突破しようとしてもダメってことですか？そうそう、頭ができないって、うん、でもちろんね、強行突破しても悪くないんだけど、ただその秋まで粛々と、うん、いろいろあったとしても投げ出さないでやっていけるんだったら、で、ここ最後ここね、勝利って出てるので、ポイントを読んでいくと、やっぱ同じように趣味のところがやっぱり弱いので、やっぱりそこを強くしていくと、よりバランスがいいので、あとね、お金貯めるのが得意じゃないとは出てはいる。あ、得意じゃない。得意。不動産とか株とか資産って言ったら、資産運用みたいなの、得意とは出てはいる。なんかマンション買いな、お金も、うん、ちょっとお金を貯めて、一部屋ずつ賃貸するよ、うん、そうで貸すっていうのに向いている。へえ、面白い、面白い、すごい、うん、かっこいいけど、かっこいいですね、私。そうですね、そこがポイントですね。はい、うん、恋愛見てもらえないの？じゃあタロットで恋愛行きますか？先に恋愛見てもらおう。怖い。なんなら恋愛で終わるんじゃない？終わる終わる。仕事もちゃんと聞きたい。じゃあ仕事先にパッて考えないで。恋愛から聞きたい。これ何？買ったの？買ったまま持ち歩いてる。え、どういうこと？いや、私も物買ったまま8個も運ぶ。なんで？琴音鍋やばい。やばい、これはやばい。
普通に使ってますから。嘘よ。何でえ、なんか箱に入れた方が汚れんけ。でもさ、いつまでもさ、新品がさ、気持ちでいられるよね。確かに。あ、そういうこと？それをしてるの？そうです。へー。これは、ニューの香水です。あと、私これも箱に入れたもん。ね、それは言うの？いや、それはいいよ。